あなみさん、こんにちは。ゆずこれ。それでは今回なんですけども、l i n e p y で映画が1200円で鑑賞可能に、l i n e p y と東方シネマズでお得なキャンペーンということで、今回は l i n e p y に関するお得な情報がありましたので、シェアしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。映画館の東方シネマズと LINEPE のキャンペーンということで、LINEPEY シネマデイということですね。第3木曜日上映の作品を LINEPEY オンラインで支払うと、これが1200円で映画を見ることができるということですね。 期間は年年の9月ののの月月日日からままでとなっています一応今年の第3木曜日を調べたら下に出てる通りですね。9月19日、10月の17日、11月の21日、12月の19日ということですね。ちなみに通常の東方シネマズで映画鑑賞チケットを l i n e ペイで決済をしたら一般の方だと1900円、大学生か専門学生だったら1500円ということなんですけども、これを毎 月第三木曜日の上映作品であれば1200円で映画を楽しむことができるのでまあこれはかなりお得だなというふうに思います次は LINE ペイシネマデーでのチケットの購入方法なんですけどもこれが至って簡単です まず、ステップ1は、劇場、上映作品、日時、座席を指定後、検修のところで、l i n e ペイシネマ n でというところをタップします。そして、ステップ2で、お支払い方法で、l i n e ペイを選択します。そして、ステップ3、ここで、LINE アプリが起動して、l i n e ペイでお支払いという流れになっています。ちなみに、先ほどお伝えしたこの検修というところですね、これを選ぶ際に、l i n e ペイシネマ n でを選択せずに、l i n e ペイでお支払いをされると、キャンペーンの対象外、 ということになりますのでここに関しては注意が必要ですあとはあ LINE ペイカードの支払いではこちらも対象外ということになっていますこちら LINE ペイの公式ツイッターなんですが LINE ペイでの映画チケットをご購入開始は9月の17日火曜日早朝を予定をしております1回のお知らせにつき最大6枚まで割引対象ですという感じに呟いていたので、まあ、今すぐに購入できるという感じではなさそうですね そして少し東方シネマズを調べたら、こちらの au マンデーというものもあるみたいなんですよね。まあ、これ僕全然知らなかったんですが、毎週月曜日で映画が税込みで1100円で見れるということですので、まあ、これもし映画が好きで au ユーザーかつ LINEPay を使っていたら、毎週月曜日と第3木曜日はめちゃくちゃお得に映画鑑賞が楽しめますね。 まあそんなことなので今回は LINEPE と東方シネマズのキャンペーン LINEPE c i n e m についてお伝えしました。まあ平日の木曜日ということなのでちょっとまあ微妙な日でもあるんですがたまたまお仕事がお休みだったり時間が取れて映画でも見に行こうかなって時に今回のキャンペーンを利用してみるのもいいと思います。まあ一応今回お伝えしたキャンペーンのリンクを下の概要欄に貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。